2月2日立命館の問題だ、超基礎プラスアルファ、これネイティブでも迷うやつだ、1個だけ方向逆向いてるやつが正解になるっていうのは立命館多いです。そうで始まりました、マテチャンネル。さあやってみましょう、2月2日立命館の問題いきましょう。やっと出ましたね問題ね。今年遅いよね、予備校の回答速報ページ、問題だけでも載せてくんないかな。それぞれお願いしますよ。まあ全体としては簡単です。はい、非常にやっぱり基礎問題ですね。まあ例年のことですけど、まあ、満点潰しみたいな問題が、まあ最後の方、まあ一番最後の問題がそうなってることが多いんですけども、そういう感じ。まあもちろん2月1日のね、関西学院大学よりは難しかったと思います。では皆さんも見てわかる文法問題からいきましょう。第4問ですね。まあ河合塾の時、私立命館英語担当してましたから、立命館のコマーシャル授業ですね、よく知ってるし、ね、その時内部データも見れるんで、だいたい正答率の予想とかも当たるんですよ。ではいきます。まず I have never seen なんとか building than this ですね。まあこれちょうど比較を教えてきたとこだったんですけど、さっきそう元の形をちゃんと考えろって言うんですよ。で段があるから、あトーラーだって行くんですけど、2か4になった時、元の形を考えた場合に、あ tall building ですよね。だからあは必要なんです。だ超基礎プラスアルファって感じじゃないですか。次、 One of the best ways to learn a language is なんとか little every day っていうの、これもこのスピーキングがいれば超基礎なんですけど、いないですね選択肢に。そうこれだから by speaking ですね、こうすることによってだっていうね。そう way が主語の時 by 置けるからね、はい、だから超基礎にプラスアルファって感じ。次、 The boss wants the dishes なんとか washed before the end of our shift ですね。はい、これ want 人 to do が有名ですけど、 want 何々 to be 過去分詞の形も存在しておりますので、で答えは3と。ちゃんとあれだよね、 want 何々過去分詞はいないね選択肢に。次、 That was a very なんとかゲーム、これは簡単ですね。はい、ゲームに関わるやつですから、手術の関係考えて、ゲームは退屈させる側です。 boring は正解。次、 I have enjoyed science なんとか I was a child、 これも教えてきたやつ、現在完了と使って since でおしまい。こんなん中学レベルじゃん、文も短いし。次、 This is the very book なんとか I have been looking for ってやつですね。まあ目的格の関係代名詞で、そのままなしでもいいんですけど、まあ一応 that と置くことも可能ですね。 The very book that I have been looking for が正解です。あ、この very はね、まさにっていう意味の形容詞の very ですね。次、 The artist なんとか The flowers in the display as we walked into the shop、 入ってきた時こうだったってやつですね。はい、過去の話ですから、答えは was rearranging、 入った時に when じゃなくて as になってるのね、入った時にしてる途中だったって。次、 Not only my parents but also I なんとか invited ですね。これ未だに出んだよね、こういう問題ね。 Not only A but also B の場合は、一応 B に一致させるというルールがあるので、はい、 am が正解ですね。これネイティブでも迷うやつだよね。続いて語彙問題です。はい、大問5。なんとか is advised when entering the cave ですね。ケーブ、洞窟の中入るときは気をつけなきゃね。Caution ですね。Caution is advised ね、知らないと厄介ですね。Chaos、 Chaos って看板どっかで見た時のカオスですね。 Citizenship、 市民権、 Currency、 こんなところに通貨。はい、 Buses run at and なんとか of 20 minutes あ、interval ですね。はい、インターバルです、20分おきにってやつです。 Inspection 違う、 Insurance 保険違う、 Isolation 隔離ですか。だからまあ立命館レベルって感じかな。I love the smell of a freshly baked なんとか of bread。 はい、 bread と使うのは a loaf of bread、 ラム、羊の肉ですか、ローグ、ラング。そうそうそう。ブレッドにもね、フレッシュ使えるんですよね。はい、コーヒーとかにも使えるし、タオルにも使えるし。This trip is going to be extremely luxurious ですね。はい、めっちゃ豪華。Corresponding 対応する。Figurative 比喩とかのやつですね。Intravenous、 この静脈のやつでね。この Venus ってこの Vein のことね。This is by far my favorite genre of film ですね。フィルムと相性がいいのはジャンルだから。2番。Folly は Fool の名詞系だよね。愚かさ。理念は理念。Oath。近い。次、言い換え。It's best if you use raw tomatoes in this recipe. あ、フレッシュ、またいるじゃん。そう、フレッシュですね。ロー、生のフレッシュ。ファーム、硬い。Overseas、外国。Regular、違う。The reflection of extremely easy to see. 反射してる絵だから、イメージか。2番が正解。Idol。Invasion。侵略してもしょうがない。Irritation、イライラ。I was occupied with doing my duties at that time. ですね。あ、忙しかったってことね。はい、手がいっぱいだったよってことね。だから4番ですね。Overwhelmed with ですね。圧倒されてるって感じで。まあ一番ちょっと言い換えがパッと浮かばない問題かなと思ったね。Concerned with 関心。
fond of 好き forbidden ですね、やっちゃいけないよ。あ、forbid ね、forbid人 to do、 forbid 人 from ng、 両方 OK ですよね。 although this is an obligation はしなきゃいけないこと。 I'm happy to help、 カタログ、カタログじゃない、コミッション違う、ガイドラインじゃない、 so requirement ですね、しなきゃいけないこと。I'm not sure that impartial decision、 やっぱり最後の問題にね、レベルの高い5を入れてきてますね。 caring 違う、 contemporary 現代違う、 fair 正解、 outrageous よく出てくるね。 impartial part っていうのが部分です。何かの部分に関してそっちを贔屓してしまうこと、つまり unfair なことです。それの否定の因がついているので、それで平等な公平なってやつでした。じゃあ続いて3の会話いきますか。会話は面白かったね。今回さ、ホスピタルのやつさ、1、2って来たからね、順番通りにさ、答え、昔はなかったんですよ、1、2とか来ることなんて。でも最近1が最初のやつの正解になるやつ、去年もあったよね、確かね。で、1、2来てさ、おい、もうこんな簡単に入っちゃうよって言った後に、次最後の10なんだよね。その選択肢全部見てるからさ、自分自身。すぐ入れられたんですけど、その年齢についてね、ティーンズとか書いてあったからすぐに1入れられるでしょ。次がボランティアの働いてる時間ね、 9am to 5pm だからね、簡単だし。で次はね、バケーション取ろうとしてるだけどって言って、休めるって言って、休めませんって言ってたよね。でだから来年に申し込んだらっていう1、2、18、こうわざわざね、長さがこう長くなっていくようにね、選択肢が組まれてますね。続いてオンラインのやりなよとかってね、 ATM に並ぶんじゃなくて、でしかもこれ通帳記入したいってね、アメリカ通帳なんか使わないからね。でそんな通帳記入なんてさ、オンラインでやれよって言ってたよね。でオンラインだから8で、難しくないよでこう来て、それでオンラインでやるときに4桁じゃ危険すぎねっていうのが2番で、違うよ、オンラインでやる場合は長いよって。そうですね、オンラインのやつめちゃくちゃ大変ですもん。で結局は待つよってね、スティックトゥですね、はい、それを続けるってやつね。3が正解。続いて台本の2、空調補充と言い換えいきましょうか。最初が Learning Process を AI が真似するだよね、 Imitating、 これは簡単だったと思いますね。ちなみにこれは選択肢見ないでも Imitating が入るだろうなと思った。で次が Example って来てるから、あれ For Example 来ねえなって思って見たら To Explain でしたね、はい、説明するために。で次 Recognize は簡単ですね、要因がわかるって言ってましたね。で D が、Shape Bias っていうのが現れるってことね、はい、なんかオカーとか入るかなって思ってたんですけどね、どうやったら早く現れるんだろうってことね。で次が人間の子供と AI の対比だったよね、確かね。だから In Contrast はすぐに入る。で F が Generate だね、はい、他がね、ダウトとかイグノアとかね、コンプロマイズ、妥協する、まあ明らかに1個逆方向向いてる。感覚もジェネレート正解になったな、そういえば。次が、ハンドリングですね。そう、言い換えにさ、次の文に、ホールディング、持つが出てるからすぐわかる。で、次も、コンフィデント、ダットですね。はい。レフトスメス、リサーチで、自信持った。あとが逆でしょ？デバスティレットとか、アンサーテンとかも逆側のやつですから。だから、一個だけ方向逆向いてるやつが正解になるっていうのは、立命感多いですね。で次が、指しているもの、ディスキルが指すのは何ですかって言って、クラスファイオブジェクト、ベースドンデアフィジカルフォームですね。はい。子供が、このシェイプバイアスだからね、その色とかじゃなくて形でこれはこれだっていう風に分かるようになるってですね。で、Difference っていうのが子供とマシーンのラーニングの違いだから、そこさえ分かっていれば3はすぐ選べるし。で、次の Approach っていうのが頻度によってって書いてあったから、その Regularly っていうので分かりますね、たくさん現れる。で、次の This が指すのが、これも頻度でしたね、 They see most often、 頻度っていうトピックで答えを出せばいい。次は These processes は Interacting with、 さっきの Handling のところですね、持つとかっていうところなんで Interact するっていうのがある。めっちゃ簡単、内容1個もないんだもん、だって。で、問1の内容1の読解。でさ、これさ、難しい表現が使われてたり、ちょっと、これどういう場面かなって思い浮かばなそうなところはあるんですけど、そこに問題がない。設問が関わっていない。答えも順番通りに出ている。第一段落に A だよね。この人がトラベルカンパニーを始めそうになかったのは、遠いとこ行ったことないって書いてあったから4。次が、インコンビニエントなのは、アクセシブルプレイスがないと。特に一つのタイプの障害に特化したトラベルプランみたいなのはあるんだけど、なんか複数のね、障害に対応したものがない。この人はあれですもんね、父親が目が見えなくて母親が車椅子乗ってましたよね。で次が他のところと違うのは、サーバーンドウェルカムエブリワン、そうですね、健常者の人も障害を持った人も両方ともウェルカムだって言ってましたもんね。他の人たちがしたのは3番、 They have become more interested in diversity at their workplace、 そうですね、自分の会社でどうしたらできるかとか、どうやって雇ったらいいんだみたいなの書いてありましたね。順番通りに出てました。
で、次はまあ、立命館の中で一番難しい、1ですか、2ですか、3ですかってですね。正しいものには1、間違ったものには2。まあ、つまり矛盾するやつ。で、判断できないものには3。これ毎回2と3がどっちなのっていうのが、まあ、アイルツでもそうなんですか、揉めるやつです。まあ、今回は分かりやすい方だと。最初は、Existing travel companies did not meet Aura's parents' needs, so she started her own company はもう完璧に合ってます。自分の両親がちゃんと行けるやつがねって言ってました。次、It offered overnight じゃないですね、これはね。Day trips って書いてありましたから、なんで完全に矛盾してる。で、次が、Many friends around the world 友達を作ったっていうのは分かりません。その可能性が高いですよ。高いけど書いてない。いろんな国のトリップ扱ってますから、その可能性は高いと思いますよ。でも書いてません。次、Her company on their websites で進めてくれてるは分かりません。書いてません。この会社がウェブサイト作ったみたいなの書いてあったけど、Government Tourism Centers が進めてくれてるかは分かりません。次が、で、There will be future changes to the industry that will make inclusive travel the standard. これは書いてありましたね。もう自分たちの会社なんていうのはいらないものになるんだみたいなね、話がしてあってね、みんながそうなるから。ちょっといい話、最後の終わり方って思いましたけどね。はい、どうだったでしょうか。まあ、基本的な問題だった。今回はまあ、満点は多いと思いますね、ぶっちゃけ。その1、2、3のやつが選びやすかったんで、ぜひ受けた方、コメントください。今、マーチとか受けてる方もね、ぜひ知識問題とかは参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.